家好。你今晚好冷啊，真的冬天到了，太冷了。夏夏你又没有穿丝袜对吧？没有，没有丝袜，没有，就是那个光腿。就很好奇日本的女生为什么到了冬天还要穿短裙，而且不穿丝袜？因为不穿有自信嘛。哎，你呢？我穿了，因为我冷。对，因为我怕冷，所以穿了丝袜。有网友提问说，日本的妹子为什么冬天也要穿短裙，而且是光腿，她们不怕冷啊？所以我们今天就去问一下日本的年轻女孩子，她们为什么不怕冷，一定要在冬天穿短裙？好的，那我问一下吧。で冬なのにこんな短いあのスカートを履いて、しかもこれタイツも履いてないんですよね。普通に寒くないんですか？もう短い靴下でミニスカートの人とかいっぱいいると思います。日本人の女性はなんで足を伸ばすのかっていう寒くないのみたいな。中国からの質問なんですけど。出してない。出してない。でも出してる。出してない。出してない。寒くないですかって聞いてるんですけど、たまたまめっちゃなんか足出てたから。寒くないですか？全然。これストッキング履いてます？生足？寒くない。寒いけど別に気にしない。おしゃれのためなら。まあストッキング履けばそんなに寒くない。寒くないですか？寒くはないです。寒くはない。ストッキング履いてますちゃんと。履いてます。あ、そっか。寒くないですか？寒いです。寒い。まあ外に出てる時は寒いけど、はい、おしゃれは寒いのがつきものなので。今日は寒くないですね。今日は寒くない。普段もそんな感じで足出してます。出してる。寒いでも。寒いね。でも話で永遠に生きてきたから。他们冷不冷？他们发现很多女生都有穿那个丝袜，对，有穿丝袜，很多很多都有穿丝袜。然后他们的回答都比较统一，就是不冷。うちらの方が結構出てる。就是有可能是一个妹子吧，她问的为什么日本的女生在来大姨妈的时候也会吃冷的东西？我就没有想过这个问题。没有想过，妈妈不会说来大姨妈的时候不能吃。没有这样教育。真的吗？我不信，那我问一下吧。不知道。嗯，有可能大家是不是这样子？对。生理中に冷たいもの飲みますか？飲まないですか？アイス食べる。アイス食べる。気にしない。気にしない。気にしたことない。考えたことない。いや普通に考えずに飲んでるってことですよね。飲んでる。確かに。飲みますよ。気にせず飲みます。飲みます。飲みますよね。じゃあアイスも食べます。はい。気にしたことないです。気にしたことないです。でも中国ではすごい体に悪いから絶対飲まない。絶対飲まない。生理の時は温かいものしか飲まないし、だからすごい不思議みたい。飲みます。飲まない。それ気使って。じゃあ普通の日は飲みます。飲みます。あ、そっか。やっぱいるんだね。すごいね。飲む。変わんない。痛くなったりする。痛くならないタイプなんですよ。じゃあみんなもう全然気にせず飲む。全くないよね。関係ない。そんな考えないけど、そこまで冷たいものなの。飲みます。あんまり気にしなくない。気にしてない。普通に飲むし、なんかアイスクリームとか。全然。结果跟我们预想的差不多。我说了嘛，所以日本女孩子根本没有想过这个问题。对，只有一个女生说，因为她会经常肚子痛，所以她会注意不要喝，尽量不要喝冷的东西。就是习惯，一种文化的区别。就是这个也可以告诉我们，大姨妈的时候喝冷水和吃冷的东西，其实没有关系。对，因为日本人不是那个寿命最长的国家。对，你说？对啊，错的呀。
だから我觉得没有关系的。对，好像是没有关系。你们这边的哦 ，Kitty 酱 ，Kitty 酱，对啊，是猫的，圣诞节。